ルナルマルシグルラウガルソンシュグルヨンソンはアイスランドソイザウルクロークル出身の同国代表サッカー選手 CFR クルジュ所属ポジションは MF 地元クラブの UMF ティンダシュトールでプロデビュー以来アイスランド国内のクラブを渡り歩いた2013年1月バルルレイキャビークからエールリビジの PEC ズボレに買い取りオプション付きのレンタルで加入 ところが加入して早々に負傷し全くプレイできないままレンタル期間を終えた。バルル復帰後もリハビリを続け5月にようやく復帰を果たした。2013年8月スウェーデン2部の GIF スンツバルト2016年シーズン終了までの契約を結んだ。2016年夏35万ユーロでスイスのグラスホッパークラブチューリッヒに移籍。 2019年6月17日、カザフスタンプレミアリーグの FC アスタナに移籍した。2021年2月8日、リーガ1の CFR クルジュへ移籍することが発表されたアイスランド代表として、各世代で8試合に出場した。2012年シーズン、クラブで校長を維持したことで、フル代表への招集を受けたが、試合に出ることはなかった。 11月14日の国際親善試合、アンドラ戦で、ラーシュラー・ゲルベック監督によって、スタメンに起用されフル代表デビュー。59分に、チーム2得点目となる初ゴールを挙げ、2から0での勝利に貢献した。UEFA ユーロ2016にもメンバーの一人に、選出された。ありがとうございます。